熊本勢8番の高橋康弘に蓋をして5番本郷雄三、前受けと変わるか。中段が並走です。内に8番の高橋、外に5番の本郷、この直後に2番の金沢隆二、巻き返しを狙って隊列1段打掌です。仕掛けていった2番金沢隆二、主導権を取っていきます。9番杉山が続いて7番の飯田、この3者再び前段、そして中段に5番の本郷雄三です。今日も4番手の1、5番の本郷、そして後ろ攻めとなった8番の高橋康弘、残り1周縦1列です。2番の金沢が先頭、風を切っている。9番の杉山2番手、そして北勢を追って7番千葉の飯田達也3番手追走で、後方の動きはどうか。4番手5番の本郷雄三後ろを振り返りますが、まだ動きはありません。7番手から8番高橋康弘ですが、2センター、これは届きそうにない。先頭は2番金沢隆二、突き放した。9番の杉山が追って7番の飯田達也、そのままでゴールイン。